ウィットブレッドはイギリスベッドフォードシャアのダンスタブルに本拠を置くホスピタリティ関連企業。現在はホテルチェーン、プルミエインとレストランチェーンの運営が中心となっている。創業は18世紀で長くビール醸造業者として事業を行っていたロンドン証券取引所上場企業。1742年12月11日。 ベッドフォードシャー生まれの国会議員であるサミュエル・ウィット・ブレットがトーマス・シュエルと共同でイーストエンド・オブ・ロンドンのブルワリーを買収し事業を始めたことがルーツとなる。1750年にイギリスで最初となるポータービールの大量生産を開始、サミュエルのブルワリーは当時の世界最大となり、1784年にはジェームズ・ワットの完了した蒸気機関を ブルワリーに導入、その先進技術は1787年に当時の国王ジョージ3世の視察訪問するところとなった。第二次世界大戦後の1948年にロンドン証券取引所に上場、ラガービールを中心にイギリス有数のビールメーカーとして生産を続けたが、国際競争の強まる中で経営の多角化を進め、1974年に パブレストランのビーフィーイーターを開業し、外食事業に、進出。1979年に、パブレストランブルワーズフェアを開業しチェーン展開。1987年に、トラベルインのブランドを立ち上げホテル事業に、進出。1995年に、イギリス最大のコーヒーチェーンであるコスタを買収した。他方、250年以上の歴史を持ったビール事業は、価格圧力と、 業界再編の波を受けて2000年5月、ベルギーのインターブリューへの売却を発表した。2004年、ホテルチェーンのプルミエロッジを買収の上、トラベルインと統合し新たにプルミエインのブランドを創設し、同ブランドはイギリスを代表するエコノミーホテルブランドに成長。2008年に新たなレストランチェーンとしてテーブルテーブルを開業した。2018年4月、 コスタコーヒーの経営分離を発表、同年8月、同チェーンのコカ・コーラへの売却を発表した。なお、日本のビジネスホテルチェーン、プレミアインは、ウィットブレッド運営のプレミアインとは、無関係である。ありがとうございます。